ということで、今日も早速始めてまいりましょう。確かね、前回赤いジャージの人を探1せ時み間たいほなどとでころすが、で、拝見させていただきます。ありがとうございます。全然1時間でも全然ありがたいです。とりあえず赤いジャージの人を探せみたいなところで前回終わってるんで、徘徊して探そうと思います。でも前回軽くうろついたんですけどね。待って、ここにはいないよな。さすがにいないっすね。比較的色ついてどこ行けばいいかわからない状態のところで終わったんで、さらに違うところに行きましょう。じゃあ、すいません、忙しいのに覗いてくれてめちゃくちゃ嬉しい。お兄さん、待てよ。そこのお兄さん、喧嘩吹っかけとられりた。あえず金くれよ。仕と方りねあえず金くれ。はい、よし。今回はね、成長が自動にしてあるから楽ちんで助かる。いたいたいたい。でもよっぽどまだ序盤なんだなって感じ。あんまり強いボスと戦ってないっしょ。ガード間に合わんかった。ガードが下手くそなんですよね。これ上手になっていければいいんですけど。はい、倒しました。調子乗ってました。許してく戦ださい。争、セミオート機能とかあるのですか？ないんですよ。セミオート機能はなくって、成長のメモリみたいなのをオートで上げるようにはできるんですけど、戦闘自体はね、オートにできないんですよ。そこのおっさん、ビビってんのか？うわ、赤いジャージの人いなんてなくない？いないね。言ってんの？おい、たまらんか。本気でやるかい？ああ。仕方ねえ。経験値を技とかに振り分けるんですけど、それはなんかね、オートにできましたね。全部私が操作してます。そんなに強くないのは助かる。あればいいですね。このゲーム意外と見てて円化率高いんで。そうなんですよね。雑魚と当たるのが結構多いんでね。赤いジャージの人たち全然いないけどな。上下赤いジャージじゃないといけないんですよね。どこにいるんだろう。赤いジャージの人たちを探して話を聞けって言われたけど、前回2組は見つけたんですけど、あれ前回でもここ来たぞ。ここにはいなかったんで、こっちはやめましょう。どこにいるんでしょう。迷子ゲー始まったか、まさか。マップに表示されてるはさすがにないよね。こんばんは。お、ママちゃん、こんばんは。ちょっと、晩ご飯こ中のでおっすか、多さん。分。やってやっか。そこのおっさん、この時待間てはママよ。ちゃんちは晩ご飯というイメージだけど。勘弁してやるよ。ほら。ビビったか。上下赤ジャージの人たちいないぞ。どこにいるんだい、上下赤ジャージ。え、もう食べたの？早っ。早いですね。あれ、どこにいる？この通りは？いないな。赤ジャージの人たち。
まだ行ってない通りはどこだ？そして今日の晩ご飯のメニューは何でしたか？今日は旦那の会議だから夕飯早かった。会議？この時間から？この時間から会議か。町内会みたいなやつ？うちの実家もなんか町内会の会議みたいなやつは8時とかから多かったな。そうか。はい、はい、なんか手に入れました。今日はもらってきたやつです。こんな感じです。大変だよね、仕事終わった後もそういうのあると。で、何人ジャコがいる。この人もかな。あ、この人も、あ、この人もか、この人もか。はい、あとこの人だけか。はい、倒したな。倒しました。ごめんなさい、なんか拾った。はい、ゴミ拾いました。赤いジャージの人、赤いジャージの人いないな。敵がリンチじゃなくて若干遠回しにかかってくるのも良心的だ。確かに逃がさねえぞ。なんかね、うまく巻けばその戦わずに済みそうなんですよね。かれこれ15年近く子供会のやつやってます。ああ長い。今日米返しありがとうございます。あ、すーちゃんおはよう。おはよう。なんだなんだあの車は。お、あれはラメ色の流星だね。あ、和田さんどうもお疲れ様です。お疲れさん。それより鈴木さん、あの車知ってる？いえ、和田さんはご存知なんですか？あれはラメ色の流星、走り屋集団ゼロ女のリーダーの車だよ。ラメ色の流星。なんでもゼロ女ってのは美人揃いの走り屋集団らしくてね、僕も一度その顔を拝んでみたいと思ってんだ。女だけの走り屋集団ということですか。毎度お入部でございます。そういう話なんだけどね。お、おはようございます。お入部です。帰り道ですね、多分サブストーリーっぽい。赤いジャージの人たち探してるんですけど見つけられないんですよ、どこにいるのか。あ、いた、いた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 、いた。これか。おい、木さん、ひょっとして昨日、組本部に乗り込んできた。そうだ、どうしても八幡と話がしたい。居どころを教えてくれ。話は聞いとうばい。八幡の頭は探しとうらしかね。会ってた。あ、教えてくれ。なんで八幡の頭に会いたいとや。マダラメと約束したんだ。青山の登場会の好きにはさせない。長洲の町も山笠組も俺が守ると。え、そうなんですか。来たばっただけど抜けます。ありがとう。マダラメの親父と。ああ、うん。貴様信用できる保証はどこにあるとや。八幡と話すことさえできれば分かってもらえる。頭は昨日の一件で体に傷は負っと。残念やが登場会の内通者かもしれん。貴様はアジトに招待するわけいかん。アジト、そこに行けば八幡に会えるんだな。行かせるわけなかろうが貴様はここで死ね。え、ママちゃん、スイカ1回でもできたことありますか。私1回だけしかないんですけど。でもあれ結構跳ねるよね。1回しかないよ、それもまぐれみたいなやつしかない。あ、痛い痛い。よし、
極み入れていきます。え、なんか私また固まったくね、なんかまた固まったか、固まってるな。さっきやったのが初めてですね。あ、そうなんだね。なんかね、スイカまで行くとね、結構あの丸が大きいから飛ぶよね。え、待って、待って、まだ再起動中。なんかたまに固まるんだな最近。よいしょ、失礼しました。初めてか。よし、大丈夫かな。ジャンプが×、攻撃が三角。あ、多分これ一緒だな。あともうちょっと。ショックだった。いや、私もできたって思った瞬間ダメになった時あったよ。でもあれってできたカウントになってんのかな。ああ、ちょっと待って。難しいよね意外に。危ねえ。危な。もうちょっとで追いつくぞ。よし。急に二人芸になって笑った。ね。よし、捕まえたぞ。終わりだ。いや、私もスイカゲームまたやろう。頼む、話を聞いてくれ。俺も昔極道だった。だからお前らが親を守ろうとするのはわかる。それにこの町を守りたいという気持ちもお前らと一緒だ。だから道場会の好きにさせないためにも俺は八幡と話をしなければならないんだ。頼む、どこにいる。アジトにはうちの門が大勢おるばい。頭を守るためにな。そこに乗り込んだりすればお前死ぬぞ。どうせ血の気の多い連中ばかりなんだろう。場所さえ分かればあとは自分で何とかするさ。あ、こんばんは、ロッキーさん、お久しぶりです。お風呂は行ってきますね。お、お風呂行ってらっしゃい。最近対局できてないですね。頭のアジトは、鈴鹿工事の中ほどにある場合。パンコさんもいる。え、この時間に暇だったんですかね。この時間にいるなんて。今から仕事か。おはよう。おはよう、デルデさん。おはよう。今日まだ下手くそ運転してません。そして赤ジャージの人ようやく見つけました。先週見つけられなかったけど。あ、また絡まれた。やるのか。仕事終わってたのにして仕事。はい、やっぱりそうだよね。頑張るね。あれ、この人だけ、一人だけか。はいはい。はい、そんな強くなかったですね。みんなこの時間にから仕事の人もいれば帰り道の人もいれば忙しい人も多いでしょうけども。あ、ゴミだ、ゴミだ、拾った。ちょっと待たんか、ちょっと待たんか。なんかめちゃくちゃ怒られてる。ちょっと待たんか。おい、止まらんか。あ、ちょっと待って、ドリンク買っていかないと死んじゃうんかな。多分今からアジトに行くんで戦うことになるんですけど、これは回復買っていった方がいいっぽいか。お兄さん、買っていった方がいいかも。でも今ね、相手はパンパンなんですよ。はい、相手はパンパンだから持てないからいいか。はい、
なんかね、隅に追いやればできるんですけど、逃げ場をね、なくしてやればねできるんですけど。あ、またやっぱり、どうしよう、特製マフラーとかしまうじゃん。行くぞ、もう。あれ、ここどこだ、ここだ。ここがアジとか。なんやきさん、ここにいると聞いたんだが。な、何番言おうとか、あ、頭は、いや、そげんやつは知らん。いや、絶対おるな。どうやら間違いないようだな。悪いが通らせてもらうぜ。あ、待て。くそ。普通に通らせてくれましたけどね。電話されちゃいました。探せ。どうせ上の階だな。階段があるんだから上の階だろう、きっと。おお、はい、閉じ込められた。飛んで火にいる夏の虫。間違えた。あそこにジュースある。ジュース先取ろう。ジュースね、目がない。あ、持ち物がいっぱいか。なんか飲まないともらえない。し、えい。はい。なん。こんばんは。挨拶ね、決まったようで決まってないんですよ、実は。なんかね、おはようにしようかなと思ったら、みんながね、こんにぶとかの方がいいんじゃないって言うから、じゃあ変えよっかな変えよっかなってなって、やっぱ変えようかなって今なってる。もうちょっと正式に決まったら、おはいぶーとかこんいぶーとか時間帯で変えるがいいじゃないとも言われたし、どうしましょうね。なんかいい案あったら教えてほしい。何これ、ここか、ここだ。やばい、見てなかったやばい、見てなかった。めっちゃ食らったんじゃない今。あー、今の一撃でめちゃくちゃ強い。おね、がっつり行きましたね。がっつり行った。おはよう、勝手にはしてますわ。おはよういいよね。おはようもいいよね。だから中間を取って、おはよう、おはいぶでもいいかなって思ったけど。初見ですが、確かに挨拶になりつつあるって思う。あ、でもなんかみんなが覚えやすかったら何でもいいなって思っとるけど、中間を取るならおはいぶなんかなと思ってるけど、私の意見を入れつつみんなの感覚を入れるとおはいぶだなぁ。おはようクリスマスイブ。おはようクリスマスイブ。秋にゆっくりたくさん好きです。本当ですか。これ結構毎日撮ってもらって。危ない危ない。かわいいでしょ、ゆっくり。これ極み入るか。極み、極み、よしよしよし、オッケー。だいぶあとちょっとなった。あと
ちょっとな、極み使わなくていいか。はい、顔の輪郭前よりもちもちしてない。顔の輪郭前よりもちもちしてない。よ、顔の輪郭変わってないんだけど、多分髪の色とかが明るくなったりしたから、なんか膨張して見えてるんじゃないかな。顔の輪郭はいじっとらん。太ったってこと？太った。そろそろドリンク使うか。顔の輪郭いじってない。でもお化粧と髪色が明るくなったから、ちょっとむくんでるんかな。こっちか。あれね、ちょっと色変だったらまたね、いじると思う。いや、違う、わらわら太ってないわ。もちもちって太ってんじゃない？もちもちは膨張とは違うか。ちょっとお肌白くなったかもしれない。本当？そうかな。よし、前より幼い感じになった。本当に入る。こんにちは。そう、白はね、どうしても膨張色だからね、ちょっと膨らんで見えるかも。髪色前より明るくなったからさ、ちょっと膨らんで見えるかもね。おまんじゅう、おまんじゅうみたいに見えるかも。いたー。ちょっとなんか同化して表情見えづらいよね、多分ね。見慣れるかな。もしかしたら髪色もうちょっと暗くするかも、あんまり目立たんかったら。よっしゃ、髪色もっと暗い方がいいかな。えい、よいしょ。持ち物またいっぱいなんか。老眼でもよろしいのではないかと。首を刈ればゆっくりになりそう。首を刈ればゆっくりになりそう。ちょっと表情見えづらいかもね。そう、ちょっと表情が見えづらくなっちゃったんだよね、髪が明るいから。そう、それが、まあ、なので最初にできた時は少し髪色を少しこれでも暗くしたんだけど。自分は今のままでも好きだけどね。ああ、本当に？火ついたぞ。もうちょっと様子見て髪色を暗くするかもしれない。あつ！ちょ、待って、消火器使えってことか。消火器使えってこと？使えってことだな。これを使って。なんで自分で火に飛び込むの？飛び込んじゃった。よし、こうか。え？私消化される？まんま飛んで火に入るの気もして。普通に行って、普通に入りに行ってしまいました。他は？この人か。やっぱりイージーにしたからか、結構敵が弱いですね。この人もか。年内に最新作に追いつけるかな、この調子で。自分から火に入っていったという。はい、はい、やー、ヒート状態の時、敵から受けるダメージが減少する。お、いいですね。スウェイからさらに転がって大きく避けることができる。スウェイ中にバーツを。本当はこう、あ、よし、できた。スウェイ中にバーツ。使
るぞ。水中にバツ。うん、こんな感じか。いた。この自動でいろいろ強くしてくれる最高だな。よし、倒しました。え、あるんかな。あんま分かってない。もしかしたらそうなんかな。総集編って例えば1から4まで全て入ってますとか。なんかストリートファイターみたいになってきたら。確かに1から4までとか2から5まで入ってます系とか。いや見た感じなかったけどな。今別々でプレイしてる。これは5は5だけのソフト。いた。もしかしたら探せばあるかもね。なんかね、でもゼロとか後から出たやつとか、極み1と2のリメイクとか出し直しみたいなのもあるかな。そうそう、結構ねムービーあるからね、長いよね。今回から難易度下げて少しでも早く最新作に追いつけるように今プレイしてるんですけど、それでもどうだろう、進むかな。最新作出るって言われたらやっぱ最新作プレイしたいじゃん。いた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 、ずっと向こうのターンやん。見るよ。よし、ちなみに読み上げの音小さいですか？大丈夫。でも8が出るんでしょ。まだ5だからね。5、6、7、3本もあるよな。こいつらアウトロー戦法に取っとるの。大丈夫？危ね。最近なんかね、ゲームのキャプチャーがあんまり綺麗じゃなくて、いつもと違うつなぎ方をしとる。はい。あれ？ということは？ここか。え？待って、こっちか。入る。はい。ついたんか？ついたっぽくない？ついたな。おう、コンイブ。おう、リーちゃん、コンイブ。昨日の。やめとき。ちょうどさっき始まったばかりですか。やけど頭、こいつは。やめとけ、言うとろうが、ボケが。ではでは帰ってきたので一旦失礼しやす。ありがとうございます。ゆっくりご飯食べてお風呂入ってね。なんか用があるとや。これはマダラメから預かった。山笠組の解散宣言が書かれた書状だ。なるほど、親父が考えそうなことや。マダラメはお前らが東条会との戦争に走ると思っている。だからお前らを守るためにこれを書き俺に預けた。はそうね。どうした、破り捨てないのか。返されましたね。俺らはマダラメの親父ば担ぐためにこの世界に入っただけやけん、山笠組がどげんなろうがそげんことはどうでもよか。うーん、親父の仇ば打つ。今の俺らにはそれしかなか。仇なら今目の前にいるが。俺もそげんアホやなか。
親父に手ばかけたとは、あの青山っちゅう登場会のガキやろ。本部ば破壊された時気づいたばい。あんたはあげな姑息な手口使うような人間やなか。なるほど。じゃあお前らは山笠組がなくなるとしても青山に復讐するというわけだな。そうたい。島がどげんの、利権がどげんのとかは関係なか。俺らは極道の義理ば通すだけばい。そうか。じゃあ喧嘩にならないということ。あんた何場所っとや。山笠組は解散させない。お前らにはしっかりと仕事をしてもらう。仕事やって。長瀬に来て分かった。この町はカムロ町によく似ている。良くも悪くも山笠組を中心に均衡が保たれている町だ。もし今山笠組が潰れ、他の組が島争いでもしようもんなら、それこそ商売上がったりだ。商売ってお前。こう見えても俺はタクシー運転手だからな。だから山笠組は解散されたら困る。なるほど。ちゃんとこの町が正常に戻るよう仕事をしてもらう必要があるってことだ。はぁ、あ、何ばわけわからん言葉言おうとや。これ以上俺らに絡んでくるとやったら晩ご飯食べたか。殺しちゃうぞ。いい気迫だな。だがそれだけじゃ足りない。今のお前らの戦力じゃ登場会と戦っても皆殺しになるだけだ。これやっぱ喧嘩になるか。なんて。それでも青山を殺すというのなら止めない。だがその前に俺を倒せるか試してもらおう。はあ、どういうことや。なんだ。一発だ。一発で倒してやる。なんでこのラオウのようなポーズは。今から食材買ってカレー作るとこ。いいね。カレーには何入れる。俺は一度負けても二度目は必ず勝つ男ばい。喧嘩は一度負けてもよか。まさかの自分から喧嘩。二度目に相手をポテクリコケシャーよか話やけんな。ダブの竜がごとくのさ。ガキの理屈はいい。勘違いする人そうですね。あ、間違えてるかごめんなさい。ちょっと変えときましょう。タグがついてたか。これ直しますね。ありがとうございます。教えてくれて。気づいてなかった。あれ、やばい、間違えた。丸押しちゃった。あってよかった、ドリンク剤。丸、今度こそ丸だ。次三角か。丸。危ない。丸。え、丸押したっけ。三角。四角。危ない。バツ。え、押したっけ。めちゃくちゃ殴られてるんですけど。丸。まだある。丸。危ない。声がしっかり。もしかして毎回これ。あ、間違えた。いや、死ぬかも。間違えた。もしかしてこれずっと行くん。これでまさかこれで戦わせられる。四角。四角。え、押したと思ったんですけど。丸。丸。死にそうってマジこれ。三角。死にそうなんですけど。え、ずっとこれで戦わせられるの。定期的に殴られてる。わらわら。死にそう、死にそう。目離すなこれ。丸。何気にベースの音よいな。
確かにベースの音かっこいいね。テレレレレレレみたいなやつでしょ。頭くんな。これは俺とこのおっさんとの勝負だ。怠慢に口は挟むやなか。びっくりした。そそだばい。残りのゲージ全部これやらされんのかと思ったよ。あの爆発事故の直後だ。体が言うことを聞かないのは当たり前だ。分かっとう、ソゲンコツ。待って、こんままやったら登場会の連中に福岡が乗っ取られる。俺らがあの青山はやらない、いかんとや。絶対に。さっきも言っただろう、山笠組は解散させない。待って、それじゃ俺が潰す。福岡にいる登場会の人間全員をな。え、キリュウさんが？なんてか。キリュウさん元登場会の人間なのに登場会を潰すんですか？すごいことになりましたね。じゃあこいつは悪いやつ。会長代行、山笠組若頭の八幡から電話が入っています。八幡だと？生きてたのか、あの男。ん、どうしましょう、切りましょうか。手打ちの相談か。手打ちの相談。風、青山だ。ああ、登場会としては手打ちする気は毛頭ない。オタクとは徹底的に戦争させてもらう。悪そうだけど小物衆がやっぱすげえわ。確かになんか最後までいるキャラではないって感じがするね、この人。どういうことだ。大我がやけん戦争はしちゃって言うとって多分どう…そんなに近っぽい親父の子に返しちゃ。大吾とよりはこの人じゃないかな、この会長代行の人とか。おお、そうばい。こうなったら一気に勝負つけようやないか。明日の夜、博多の埠頭27番倉庫の前でどげんや。よかや。やったら首洗って待っとけ。しっかり弾は取っちゃるけ。なるほど、決闘か。これでよかったとや、キリュウさん。これキリュウさんが行くわけだ。ヤクザ同士でも幸せかわいい。確かに。明日どこどこへ来い。宣戦布告してきやがった。ご丁寧に場所まで指定してな。怪しいんじゃないかな、向こうは。明日の夜、不当でやり合いたいそうだ。そんなガキの喧嘩じゃあるまいし。大工、そんな挑発乗る必要はありません。さあどうする。罠の可能性もありますし。ここで逃げたら敵の思うつぼだろうが。武蔵と登場会が山笠組から逃げたって噂が広まったら、それこそ面倒だ。じゃあ来るんだ。たとえ山笠組から島を奪っても、片木の連中を手なずけるまで時間がかかる。すいません。福岡に残ってる組の連中に号令をかけろ。それと、おはよう。兄弟にも役に立ってもらう。お、かよちん、おはよう。さあ、本人これでよかったとですか、キリュウさん。かよちん、おかえり。ああ、上出来だ。待って、なして明日の夜なんですか。敵もアホやなか。そういえば巌流島って島での近くにありますよね。明日までに戦力は整えられたら。ああ、そういえばそうでしたね、巌流島。分かっている。だが俺にはいろいろ片付けなきゃならないことがあるんでな。青山に電話する前に話はしてくれた複雑な事情ってやつですか。ああ。素性を隠して生きてきた俺に力を貸してくれた連中に、これ以上迷惑をかけることはできないからな。筋を通しておく必要がある。いやけど、まさかあんたがあの登場会の四代目堂島の竜やったとは。なして親父も俺らに教えてくれんかったとやろか。
知らんかった。まだらめ組長は守ってくれたんだ。おかえり。何分残業、何時間残業、2時間1時間ぐらい。大吾のこともうちの親父はこの時間で残業はいいということは、まあ、1時間2時間残業かな。極道に向いとらん人間かもしれません。おかげで下についと俺ら貧乏口ばっかだよ。こんちゃん、まあ、お中博さんこんにちは。俺はまだらめっていうのはおかえり。他人を巻き込んで巻き込まれて常にそうやって生きていくしかない人間なのかな。やっぱ2時間か。そうだい。したらとりあえず俺らも明日の夜に備えて生き残った連中ばかき集めます。桐生さんは応援しますか。現在7人で3枚空いてます。約束の時間になったら埠頭へ行く。七輪持ってんだ。現地でお茶を。秋だね。七輪で3枚焼いてるって絶対うまいじゃん。そして2時間残業で今ってことはお家近いな。さてはこれからのことは中島さんに迷惑がかかる会社にいてけじもつけよう。会社から風呂飯ですわ。いいね風呂飯。最新のアーケードマシーン F18 プレイしてみませんか。ん、何やら騒がしいな。興味のある方は長洲街南西にある駐車場にお越しください。なんだいいね。あ、めっちゃ負傷してる。ジャンマーで支度ってなくてね。いやー秋だよねサンマ。もうちょっと飲みましょうか。しかも七輪で焼いてるんでしょ。風物詩だね。腹押さえてるわ。わらわらめちゃくちゃ負傷してたから手当てした。具合悪そうだった。ちょっと良いサンマグリルで焼くより普通のサンマ炭焼きした方がうまい。あ、絶対そうだろうな。あと大根おろしとかつけてもやっぱ美味しいよね。それを飲みながらお酒を食いっとね。でも今ドリンク飲んだ。治った。じゃあ私こっち向き戦いに行って苦手。こう向きがいい。こう向きにしてほしい。でなんか人数多くない。いいな。サンマって言われたらめっちゃサンマ食べたくなってきた。いいね大根おろしにすだち。のものを食べるとねいいよね。おお治安悪いねここ本当の福岡はそこまでじゃないだろうけど。サンマと言われたらサンマさんもやりたいですよね。あ、サンマですか。やめてよ。この前もなんかサンマの大会もやってほしいと言われたし、サンマもね結構みんな興味がある方が多いみたいだね。何これあの人じゃない。美人の走り屋たちじゃない。あなたたちいい加減にしたらどう。なんだお前は。焼けたので食べてきます。いってらっしゃい。彼女困ってるって言ってるでしょ。早く行かせてあげなさいよ。ヘロー。だからそんなに時間取らせないって。すごいパイオツだな。いいからあなたは早く行って。はい。ハロー、マイネームイズイブキ、真夜中。服すごくない？数年前に福岡の北側で手榴弾が落ちてたりあったよね。手榴弾？あ？手榴弾って触れたらもう爆発するやつでしょ？ずいぶん威勢がいいじゃないの。俺らもいい加減女だからって優しくできないよ。あら。頭だけじゃなくて耳まで悪いの。何度も同じこと言わせないで。私はあなたたちみたいなプロ意識のない人間嫌いなの。あ？なんだと？このクソ女いつまでも調子乗ってんじゃねえぞこら。おいよせ。てかこんな服で街中を歩く時点でもうすごいけどね。その辺にしとくんだな。お前たち少しは頭を冷やしたらどうだ。なんだてめえは。ただの通りすがりだ。
私なら平気です。関係ない人を巻き込みたくないわ。身を引いてください。ピン外れて何もなかったらお初さんです。あ、そうなんだ。ピン外れてた場合は平気ってこと？ややイケメン、はい。わからん奴らだな。仕方ねえ、相手してやる。でもこのお姉ちゃん強そうだけどね。こんばんは、今居酒屋で食べてます。おっ、キリンさんこんばんは。あ、どこ行った？この二人だけか。こんばんは。さっきね、七輪でサンマ焼いてる人とかもいたんだよ。秋だね。私も秋らしいもん食べたくなってきた。焼き芋とか。よし、倒したな。ややこわもての人。あともう一人、この人か。はい、倒しました。いいね。マジで車で売ってる石焼き芋無償に食いたい。あれ最近私遭遇してないんですけど、遭遇します？怪我はないか？あなたこそ大丈夫？関わらないでいいと言ったのに。ああ平気だ、こういうのには慣れてるんでな。そう、何にしても助けてもらう形になっちゃったわね。お礼に一杯怒るわ。いや最近おらんよね。そんなつもりで助けたわけじゃない、気にしないでくれ。いないよね。あなたはそれでいいかもしれないけど、私は借りっぱなしじゃ気が済まないの。私、七瀬玲奈と申します。まだやな。まだ？ゼロガール。あ、これあの走り屋の人だ。やっぱりゼロ女って呼んでたけど、私ゼロガールって店でママをしてるの。なるほどな、道理でしっかりしていると思った。私は女でいわゆるギャルと思われるから、これくらいじゃないとすぐに舐められるんですよ。近所の八百屋さんが石焼かしてくれてるから、そこで買ってる。いくらぐらいで買える？焼き芋。夜のお店の世界はなんだかんだで男社会。その中では女が生き残るには何倍も努力して何倍も実力をつけないとね。男社会か、確かにそうかもしれないな。私どんな男よりもしっかりしたいと思ってるの。おばあちゃんの家の近くでは車でイカ売ってるんよね。イカ？生イカ、それとも焼きイカみたいなやつ？男社会の中でも女が勝てるってこと、それを証明したいのよ。男社会だからとか女だからダメとか、そういうのが私一番嫌いなのよね。そうか、なら俺がさっきあんた女だからって理由で助けたのも気に食わなかったか？250円ででかくて安い。へぇ、生の新鮮なイカ。いいね。イカも時期かな、涼しくなったらイカよく釣れるよね。正直ね、でも同時に感謝もしてるわよ。それならよかった。そういえばお名前聞いてなかったわね。あなたお名前は？鈴木だ。リーフ&トランクスで石焼き芋どうぞ。ねえねえ、ここまで来ても一応鈴木で通そうとするんだね。すごいバレてるのに。鈴木だ、タクシー運転手をしている。タクシー運転手の鈴木。どうかした？いえ、何でもないわ。鈴木さんなんて他にもたくさんいるものね。しかしゼロガールか。そういえばこの前、似た名前の走り屋の話を聞いたな。確か、ゼロ女。どうも、ね、世界の鈴木です。でも、もうみんなに登場会の4代目とバレてきてんのに、堂々と鈴木だって言って。何でも美人揃いのチームらしい。前に街でそのリーダーの車を見かけたんだ。名前は確か、ラメ色の流星かな。ラメ色の流星だったな。あなた面白い人ね。街の走り屋なんかに詳しいなんて。普通の人ならそんな名前を聞く機会はまずないわ。もしかしてあなたも走り屋だったりするのかしら？いや、俺は別に。そうならいいけど。和食の救世わらわらね。絶対この人でしょう、リーダー。流すタクシーって会社の運転手がデビルキラーを敵に回してやり合ってるって。私です。
確かその運転手の名前が鈴木さんだったかな。うん、あら不思議ね、あなたと同じ名前だわ。もしかしてあなたがその鈴木さんだったりしてね。用事を思い出しました。俺は結構、じゃあ俺はこれで鈴木さん、今度ちゃんと俺に伺いますので。こんなあからさまにいきなり用事できたら俺だと言っているようなもんだな。なんだこの不毛なやりとり、わら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 俺の噂を知っていた。あいつも走り屋なのか。あいつもってもう自分は走り屋だという自覚あるんだね。もしあいつがラメ色の流星。あいつもって自分もの感じの言い方だったね。今めちゃくちゃ運転下手くそなのに。殺してやる。あいつもって、私走り屋じゃないけど。確かに自覚してるのか自覚してるよね。あいつも走り屋なのか。しかもそれつつかれた瞬間、ごめん用事思い出したバレバレない。すごい悪くなった。今となっては昭和の響きですね。今って走り屋っていないんですか。全然わからないんですけど、走り屋ってどういう人たちなの。道路を速く走ることを楽しみとする人たちなの。峠攻める人たちは、あれドリフト族。走り屋の違う、あんま分かって、走り屋ってドライブが好きな人たち。多分違うな。ブン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 は、あれは暴走族。ブン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 は、イニシャル D の人って認識しかない笑い。イニシャル D の人ってあれってデコトラは走り屋じゃないんじゃない。峠する上の人はデコトラじゃない、ドリフト族。ゼロ四とかやる人たちのことを基本走り屋って言いますね。ゼロ四ってなんだろう。なんかね、走り屋、ドリフト族、暴走族。お兄さん、待って待って。なんかそう、何がどう違うか分かんないんですよね。殴らせろよ。後悔しろ。多分ドリフト族はブン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 かな。あ、ごめん、イニティがドリフトか。キーってすごい勢いで曲がるのがドリフトだよね、確か。で、暴走族がなんかめっちゃゆっくりパラリラパラリラみたいな。私もあんまりわからん。改造車で400円のビットバス SBA です。へー、改造車なんだ。あのイニジみたいな車で走る人たち、あれは暴走族とかではないのは分かる。マリオカートは走り屋の集まりだよ、間違いなく。まあそれ間違いないね。甲羅投げたりするし。ちなみに私マリオカート下手くそ。ちなみにって分かりきったことかもしれないけど、マリオカート下手くそないよ。さあ行くぞ。やっぱ知ってた。マリオカートすぐイケポチャするんだよな。あれもっと手前で曲がるとこあったかな。矢印をだいぶ通り過ぎてるんだけど。そこのおっさん、もうちょっとさ時間に余裕できるようになったらさ、サンマの日一回。あ、そうなんだ。3枚1回、4枚1回とかするのが週に1回ですよ。リーちゃん、マリオカート大丈夫な？おかえり、お風呂、おかえり。なんかね、もう1日ぐらい麻雀固定の日増やそうかなって思ってるんだけど。いや、そうそう、そういえばその話。ごめん、いきなり話題変えて。聞きたいなと思って。マリオカートみんなでやりたいな。マリオカート？いや、なんかね、週に2回ぐらい麻雀の日設けようと思ってるんだけど、最近。3間の日1回と4間の日1回にしたら一番いいんじゃないと思って。どうだろう。待てよ。3間もやりたいっていう人もいるし。頭
何曜日は3万、金曜日は4万みたいな。スマホでやってた。マリオカート？それみんなで競えるのかな？人数多いな今回。お、ダウンリーバーサル。ダウンしそうなところから体勢を立て直せる。あ、マリコ？マリコってスマホでもできるんだ。スマホでできるの。へえ、できるんだって。一応参加はできるゲームはね、無料のゲームでやりたいなと思ったから。あ、そうなんだね。調べてみよう。できたら参加型はね、みんなが無料で遊べるやつがいいよね。無課金でやってた。無課金で？へー。これがマリコ。14の時代で止まってる。私64やったことないんですよね。64派とプレステ派と分かれてた気がする。誰この人、この人誰だ。失礼。3万も好き嫌い分かれないかな。そうそう、なのでまあ3万の人4万の人1回ずつ設けたらちょうどいいんかなと思ったけど、どうだろう。失礼、あなたは長洲タクシーの鈴木さんですね。誰だ。私は、ゼロ女のものです。リーダーのラメ色の流星からあなたの伝言を預かりました。お、もう食べ終わった。早い。何？ラメ色の流星はあなたと走りで勝負がしたいと言っています。差し支えなければ今すぐにでも。マリカーは冷戦で高校の同級生とやってたダバリュー。コイブ。冷戦？ゲーセンで割り替わったんだ。なぜこの俺に勝負を。俺はタクシーの運転手だ。ですがラメ色の流星はあなたを存じております。鈴木さんの方にも心当たりがあるかと思いますが、やはりあのナナミって女、あいつがラメ色の流星だったのか。いかがですか鈴木さん、今すぐにラメ色の流星の挑戦を受けていただけますか。いや悪いが断らせてもらう。そうですか。ではその気になったらで構いません。その時はまた私に声をかけさせていただきます。はい、じゃあストーリー進めましょう。見つけたぞ、腰抜けが。今まで中島社長には随分世話になった。俺の都合でこれ以上迷惑をかけるわけにはいかない。アーケードにマリカーあったね。あ、そうなんだ。あったっけそんなの。ちなみに専門の同級生のも一人のアブ型はハンドル買ってたガチ勢やと思う。知らんけどダバリュー。俺のゲーセンデビューはゾイドバトルの筐体があった時期だな。ゾイドバトルがわからん。でもね、うちの弟もね、マリカじゃないけどイニディかなんかのハンドルのコントローラー買ってたんだよね。好きな人はね、専用のあの車のハンドルみたいな買ってやってるんだね。会社は辞める？ええ、これ以上迷惑はかけられません。どげんしたと。社長はご存知ですよね、俺が偽名を使っていること。俺はかつて東条会という組織に所属していた極道でした。その後足を洗い、気づいてたんじゃん。沖縄に渡って養護施設を経営していました。それから訳あって福岡に流れ着いて、ここのお世話になることになりました。いつも一人の争いだった。友達とダバリューマリカーで。じゃあだいぶ強いね、この福岡の地で。東条会と山笠組の間で戦争が行われようとしています。私だけじゃないの、マリカー下手くそなのに。なんてや。俺はその戦争を何としても止める必要がある。こんばんは、初見さん、いらっしゃい。もしかしてよかったらゆっくりしてってください。どんな結果になろうと、私の名前は真夜中いぶきと言います。俺がこの会社の人間であることが割れてしまえば、初見さんいらっしゃいまし、ご迷惑をかけることになるでしょう。ですから、その前に会社を辞めようと。気軽にコメントしてってね。勝手を言って申し訳ございません。許さんね。
俺はそげんこと許可できん。え？ですが社長。だってくさ、鈴木さんは自分の行動で会社に迷惑がかかると思うとけん退職するつもりなんやろ。だってくさっていうのは全然馴染めない。やけんダメだって。それが思い違いたい。会社ば辞める必要なんてなか。鈴木さんはうちの社員ばい。え、でも迷惑かけるかもしれないよ。俺はうちの社員には正々堂々自分がやるべきやと思った言葉やってもらいたか。社長、あんたがただもんやないっちゅうことはずっと前から感づいとったよ。あ、やっぱり。やけんね、俺は焦げん日が来るんじゃなかかとずっと思うとったばい。俺だって経営者の端くればい。納得いかん理由で社員ば簡単に切るとか絶対にやらんけん。ダメって言われただばり。ダメだって。いぶきちゃん、ありがとう。細かかことは聞かん。好きに呼んでね。イブちゃんでもいいし、イブキちゃんでもいいし、イブキでもいいです。うちの社員として絶対に。カズさん、よかね。中島さん、さあそうと決まったら大事な仕事に取り掛かる前にやり残した言葉済ませとかんと。じゃあやっぱ最終的にはタクシードライバーに戻るってことか。それからその戦争を止めに行くときは会社の車ば使うてよかけん。え、社長いいし、俺に声ばかけて。会社の車使っていいんだって。社長の器がでかすぎるね。よかよか。極道なんだよ。しかも組長だったんだよ。組長とか代表だったんだよ。俺はこの町でいろいろな人に助けられてきた。その恩に報いるためにも必ず戦争を止めてやる。そんなのダメやろ。わらわら会社の車はわら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 。会社の車使っていいって言われたから。では私はこれで残りはアーカイブで確認させていただきます。ありがとうございます。社長のツアーが大変ようなんよ。確かに。しかも会社の車使っていいって言われたんだよ。会社の車使っていいってタクシーでしょ。え、でもここにピンクになってるってことはここでやっぱな、車に取るってこと。壊さなきゃえへんや。壊すよ、そんなもん。ぶつけるもん。会社の車で事故ったらどうすんやろ。ね、使っていいって言われても壊しますせ。じゃあ私はいぶきたんって呼んでもいい。いいよ、なんでもいいですよ。もうみんなが呼んでくれたら私は何だっていいですよ。ゴミ、はい、ゴミ。ここで、あ、ここになってるか。でも出るって書いてあるな。どこに行くんだ。出ればいいのか。こんばんは。いぶきたん。赤丸さん、こんばんは。おはいぶ。おはいぶ。ちょっと待って。え、おい、その顔もしかしてお前鈴木というタクドラか。うちらデビルキラーに喧嘩売ってるって。いや、本当ならレースでボコボコにしたいところだが、俺も暇じゃねえからな。手っ取り早く拳でボコボコにしてやるよ。もはや私の会社バレすぎて貼られてるやん、走り屋の人たちとかに。ゼロ条の人たちも来るし、デビルキラーも来るし、会社の車使っていいって言われるし、会社バレとんよ、やんちゃしすぎて。出待ちされてる。会社張り込まれた。よく社長許してくれるな、これで。よく迷惑かけないで、容疑よくまってるよね、わらわら。しかもこれでも鈴木だで通してるからね。これでどこ行けた。人物いっぱいだバリューあるに有名人だバリュー。そうそうそう。会社バレちゃいかんやろ。めちゃくちゃ会社バレしてるんだよな。これどこに行くんだろうな。やり残したことがあれば今のうちに済ませよう。やり残したことないです。社長に話しかけるのか。やり残したことがあればってことはなんかどっか決戦に行くってことか。話しかけましょう。やり残したことがあったら今のうちに済ませとき。それとももう不当に行くとね。はい、行きます。はい。鈴木さん、気をつけて無事に帰ってくるとよ。車借りますね、じゃあ。はい、ありがとうございます。
え、じゃあ終わったらまたここに戻って。会社バレは気にせんけど、業バレは気にするか。そうそう、ここまで来てもまだ鈴木ですとか言ってるから、あーいけませんね。これはこれは非常にまずいです。なんだこりゃ、物騒ですよ。ああ、青山のクソったれはどこや。おじけづいて逃げたとや。お前たちごとき連中、大工が手を出すまでもない。まあいるんだね、車には。一人に対してダメだろこの。お前も喧嘩するんとちゃうんか兄弟。まさか。この人多分喧嘩になったら弱いぜ。喧嘩は兵隊の仕事です。私が直接手を下す必要もない。もったいな。喧嘩ほど楽しい瞬間ないっちゅうのに。私はあなたや桐生さんとは違います。手を出すことに喜びなど覚えない。せやったらなんでわしのこと連れてきたんや。喧嘩の助立ちせえっちゅうんやないんかい。ま、もしもの時のためですよ。あの人が来た時のためのね。私だな、あの人。さ、そろそろ始まります。楽しいショータイムがね。さあ、時間だ。始めようか。お。確かに使っていいって言われたけど。あなたは。本当にこれ乗ってくるんだ。俺が引き受ける。4代目。タクシー壊れ。それは昔の話だ。いや、普通使っていいって言われても遠慮するだろう。今は流すタクシーという会社で働くただの運転手。普通は申し訳ないから使わんと思うけど。登場会に協力するためにわざわざ。本当にこれ使っていくんや。なんと俺を言っていいのか。ああ、協力しに来たぜ。ろくに極道の筋も知らないお前らガキが。社長に迷惑かかってるよ。間違った道に進まないようにするためにな。なんですって。シャンクスの出方なんやけど。やっぱり来ましたか。わらわらわら。まさか本当にタクシーで登場すると思わなくて吹き出しちゃった今。普通はこれ以上迷惑かけたくないという気持ちから会社の車を使ったり名乗ったりはしないと思いますけど。どうせまだらめ組長あたりに泣きつかれたんでしょ。山笠組を助けてくれって。まだらめはまだ生きている。お前は山笠組を潰し損ねたんだ。まったくあなたって人はどこまでお人よしなんだか。マダラメは殺し損れたんじゃない。何してんす。初めから適当に痛めつけられればそれでよかったんです。社長が辞めなくてもいいし、車も使っていいというか、じゃあ遠慮なくって思ったんだ。あの爆発を見ておかしいと思わなかったんですか。もし本気で殺すつもりなら、あ、瀬戸さん、あんな中途半端な手は使わない。お忙しいのにありがとうございます。もっと確実な方法で殺します。どういうことだ。お願いします。私としては山笠組と喧嘩する口実さえできればよかった。そうそうそう、お言葉に甘えすぎてますね。まだらめに死んでもらっては都合が悪い。道島会長の行方が分かるまではね。なんだと。まだらめは道島会長とつながっている。タクシーが止まってんのおもろいな。道島会長をおびき出すには格好の素材ですから。お前、まだらめを使って大吾を誘い出す気か。我々としては一刻も早く道島会長の身柄を押さえておきたいんでね。さあ、それじゃあそろそろ始めましょうか。準備はいいですか、4代目。その前に一つ聞いておきたい。普通にドラマ監督で言えますよね、このシリーズ。そうなんですよ。タクシー挟んで話し合い。俺が一人でお前ら全てを始末したら。ドラム感覚でね、楽しめていいですよね。組同士の戦争にはならねえよな。あ、
人に対してこりゃあかんわ。私ならひよっちゃうよ。ちゃんと英雄おっしゃってる言葉の意味がわかりませんが、そう書いてある。なんなら会社の電話番号書いてあるんじゃん。俺が一人でお前ら全員倒した。それは片木とヤクザのただの喧嘩、組同士の争いにはならない。そうだよな。そうですけど。バカな、何を言ってるんだ。桐生さん、八幡、お前は引っ込んでろ。こいつら全員俺がぶん殴る。いや、一人にこの人数はありえんやろ。言っただろ、山笠組は解散させないって。一人でやるんですか。何をバカな、本当に頭おかしいんじゃないのか。何がおかしい。まあでも普通ではないと思うけど。この人数相手に一人って、しかも戦争にはならないだと。そんなわけないだろ。感覚はぶっ飛んでるよな。桐生さんね、時代が違うんですよ。誰と誰が喧嘩したら戦争になるとかいう時代じゃないでしょう。これだから古い人間は困る。その通りだな。我々は考えちゃってる。人をバカにすんのも大概にせえ、ガキが。おお。渡せ。さあ、その条件は違うのも。いつもよりも早寝しないとな。キルハンが登場会のガキ全員倒したら、そうなんだね、山笠組との戦争にはさせん。かっこよ。渡せ、何を勝手に。七代目近江連合若頭、渡瀬組が預かる言うとね。なんか文句あるんか、青山の兄弟。仲間割れですか。よし、それじゃ始め。この喧嘩、立ち会い人はこのわしや。なんか好戦的なにっこりでしたね。四代目だからといって手加減はいらない。行け。やったれい。やったれい。いや、そっちばっかり武器いっぱい持ってるのずるいな。こっちタクシーで来たのに。ああそうだ、手加減はいらねえ。死にてえやつだけかかってこい。じゃあ早く寝ないとね。ロケランとかあったらでかいけどな。ちょっと待って、もう誰かに喧嘩しても誰かからは殴られるみたいになってる。適当に殴りゃ誰かには当たってるけど。ね、しかも素手で。すごい。もう誰かに渡ってるんだけど、誰かから後頭部から殴られてるような状態だな。で、パラフィン拾えば、ここでいける。ちょっと邪魔。これで、よし。大量にこれで殴るわ。おお。僕もかっこいいな。え、これ強いじゃん。これいいじゃん。くるんくるんくるん。ロケー。物語で1対1を繰り返すだけだっていいけど無理だよね。無理ですよね。待って、銃持ってるやつ来てる。誰、銃持ってる。あの棒もダメやろ。もう一本棒ある、もう一本棒ある。あれ、これ壊れたんかな。誰、さっき私に向かって銃撃ってくるやつが。誰ショットガン持ってるの。え、どこにいる、ショットガン。ショットガンどこにいるんだ。ショットガンのやつはどこにいる。何、ショットガンのやつどこ。ショットガンのやつどこ。あれ、これ、こいつか。あ、こいつじゃない。え、どれ。あ、この人か、これか、こいつか。うん、鈴木、こんな離れたとこがショットガン撃つなんてずるいだろう。
大根おろし戦法だ。はい、ショットガンやりました。うわー、それはやばいって。避けた。確かに。いや、今向こうがロケランみたいなやつ持ってるって、よく避けたな今の。当たると思ったよ。避けたのはいい感じだった。で、私のタクシーどこ行ったの？あれ、私のタクシーは？あ、ふわふわさん、こんばんは。こんばんは。くれましたら収益化おめでとうございます。ありがとうございます。スーパーチャットもいただいてしまいました。ありがとう。ゆっくりしてってね、ふわふわさん。ナイスパ、ナイスパ。ちょっと待って、私のタクシーどこに行ったんだよ。ロケラを人に向けて撃ってはいけません。ありがとうございます。スーパーチャットもらってしまいました。ナイスパ、ナイスパ、ありがとうございます。ダバリュ。ちょっと私のタクシーなくなったんじゃない？そんなことない？さっきの長い棒もうないのかな。はい、倒しても倒しても補充されてる感覚もあるけど、そんなことない。ナイスパ。どうした、風邪ひいてる？そもそもロケランを持っていては武装法違反で捕まります。何かね、ロケランを使うような場面がもしかしたらあるかもと思ったんかな、向こうも。一人で全員ってガチで一人じゃん。これ本当人減ってますか？ね、サングラスにマスクって芸能人気取りやん。本当に人減ってるかこれ。適当に蹴ったりしてんだけど、この大きい人は多分中ボス的な強さかな。多分ファッションなんて。サングラス、マスクつけたり。そうそう、お前お母さんに言われた、夜にサングラスすんなって。普通は太陽が眩しい時にかけるもんだから、夜にサングラスかけてるのはおかしいって。こんばんは。お、タクさん、こんばんは。遊びに来てくれてありがとうございます。今めちゃくちゃ戦ってるけど、人数が前かけてる時もあった。いやでも色薄いやつだよ。そんなこんなタモリさんみたいなじゃないよ。したらお母さんがもうちょっとそれおかしいからやめやみたいなこと言ってきて、そう、今袋叩き、取られない。そうそう、なんかあとなんだろう、帽子もそうなんだけど、なんか一回今日はそのスタイルって思ったら、なんか脱ぐの嫌じゃない？まあ、お店入ったら帽子一応脱ぐようにしてるんだけどさ、髪ぺっちゃんこになってるから本当はあんま脱ぎたくないっていう。よし、なんかムービーになったぞ。よくこれだけ集め、人減ったか。でもグラサンかける隙あるよな。あるな、なんかかけとこうみたいな。あ、いや、なんかわかんないけど、伊達メガネがはずいみたいなのもちょっとない。こんばんは。あ、シミさんもこんばんは。帽子基本脱がない。帽子なんかね、脱ぐときがなんかないよね。え、でも室内では脱ぎなさいってお母さんが。何？サブマシンガン。おお。タンキーさん、こんばんは。よくペタンコでしただけのプリするモンダバリュー。銃弾を避けたら撃っちゃダメでしょ。めちゃくちゃ撃たれた。
お帰りなさい。なんか会議があってママちゃんに聞きました。これネイルガンって言うんだ。サブマシンガンかと思ったけど。室内で帽子かぶると晴れるとか昔言わなかった。いやでもそれって室内では帽子脱ぎなさいのためのなんかあれじゃないの。マジや。鈴木さんかっこいい。くそ。一人でなんとか倒したんじゃないの。ガキの喧嘩はここまでだ。銃弾は実際には避けれないらしいよ。 なかなか避けれないよね。早いからね。この間場面で茶が始まったら立ち会い人としての顔がただん。そんな気がする。わしの顔に泥塗るつもりはないやろな。八幡さん帽子かぶりすぎたんかな。ハゲとるから話が違うじゃないか。室内で帽子かぶりすぎたからハゲたっていう話。キレを倒したいと言っていたのはお前の方だぞ兄弟。わしはお前の兵隊だ。自分の喧嘩は自分で仕掛けるわ、ボケが。うわ、貴様裏切りですか。自分の脳天にでも打っとけ。WW やっぱりこの人喧嘩弱いんだろうな、きっと。弱そう。ほんと弱いよ。洋服の青山わらわら。洋服の青山。でもこの人ちょっと悪いやつだったしね。聞いてた話と違う。重役は弱いって。だよや、人は殺さない情けのある男だって。いや殺してはないでしょ。誰に聞いた。それは誰に聞いたかって聞いてんだ。登場会の子さんなんかちょっと可愛く見えちゃう。わら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 。そんなに優しい人間じゃねえ。うわぁ、でも殴らんかったな。どんなに素性を隠して生きていても、お前に情けかけるやつは多分中身は自分でもヘドが出るくらいのヤクザもんだ俺は。計算だけで乗り切れるほど極道は甘くねえんだよ。よく覚えておけ。次はねえぞ。いや、ね、やっぱり情けのある男だよ。あ、結局優しいやつ。私だったら海に落とすな。どうして俺がこんな目に遭わなきゃなんねえんだよ。こうなるって分かってたら最初からやらなかったのに。結局車壊して優しいかって。ええ加減にせえ。登場会の頭張るんやったらそない弱気なこと口にすな。これ以上わしをがっかりさせんな。なんとか言えよ兄弟。俺は言われただけなんだ。四代目桐生さんを引っ張り出せばそれでいいって。誰かに命令されていたのか。言われたって誰に。誰に言われたんや。それはあんたの。え、兄弟。おい、誰に撃たれたんだ。喋りすぎですよ大光。真の黒幕か。なんか登場してきたな。お前は。あ、この人。あれ、この人っていいやつだったんじゃない。モリアが。え、これ下っ端っぽい人だったんじゃないの。こんな災害は嫌だったんですが。森永。四代目。お前。あれ、この人もっといい人だったんじゃないの。動かないでください。次は頭を打ち抜きますよ。どういうことなんだ。お前最初から大吾を裏切っていたのか。森永入寮。裏切りですか。けなげに働く舎弟を見捨てて一人逃げ出した会長も俺には十分裏切り者に見えますがね。え、この人下っ端じゃなかったの。青山に撃たれた傷はあれは芝居だったっていうのか。私の仕事はあなたをあの場所に連れて行くことだった。まだらめ組長同様、万一のための装備はできていました。
鼻から青山とつながっていたというわけか。でもなぜ青山を殺す必要がある。いいけどそんな重役を任せられるような人だと。桐生さんにちょっと脅されただけで余計なことをベラベラと喋ろうとするからですよ。余計なこと。待て、森永。何ですか。キリュウさん、目的を聞かれても意味はないと思う。答える気はありませんよ。何なんだ。お前の目的なんてどうでもいい。この人をまた指示してる人がいるんじゃない。一つだけ教えてくれ。相沢はどうした。相沢は人の裏をかけるような男じゃない。お前が大吾を裏切ったということを知れば、奴はどんなことをしてもそのことを俺に知らせたはずだ。答える森永。相沢は今どこにいる。ずっと一緒にやってたもんね。本当にあいつは可愛いやつでした。だが知りすぎた。裏の裏までを。もしや16、まさか。え、どうなったの？お前。え？犬吠山の山中に埋葬してきました。私、自らの手で、ちゃんとね。森永。相沢。え、相沢さんめちゃくちゃいい人だったのに。来るなって言っただろうが。そりゃ怒るわ。来るな。来るな。え、ずっと一緒に行動してたじゃん。あかん。マジで今言ったらあかん。今はまだあなたに殺されるわけにはいかないんです。そしてあなたにも死んでもらっては困ります。四代目森永。全ての答えは東京にあります。最低やで、こいつ待ってますよ。最低だ。キリュウさん、東京に行けってこと？意外すぎません？そんな悪いやつに私は感じてなかったんですけど。これマジでかって言われてそう。大乱闘から2日、もうお勤めとは見上げた真面目さだな。どなた？またあんたか。ずいぶん派手にやらかしたみてえじゃねえか。さあ、何のことだかな。誰や。これ誰だろう。しら切る必要はねえだろう。もう足の傷はいいのか。刑事さん。あ、そうだ、刑事さんだ。これほらよ、これ頭帽子。あ、帽子ではないか。結果そういや、今朝渡瀬が関西に戻ったみたいだ。やろう。ご丁寧に警察の遺体安置所までやって。でもこういう髪型のおじさん結構いるね。ニット帽みたいな頭や。ね、ニット帽っぽい。たく、自分は青山に。なんとか茂さんが被ってる帽子みたいに見えた。やつだぜ。でもまあ、ああいう古いタイプの極道がまだ近江にもいたんだな。ある意味嬉しくなるな。うん。いやいや、なんか桐生さん5だとちょっと痩せてるね。桐生はどうすんだの渡瀬。うん、俺にとってやつは一番厄介な存在のはずなのに。渡瀬さんはいい人っぽいね。ほんとおかしなもんだ。渡瀬さんはいい人っぽい。奴とそんなに仲がいいのか。バカ言え。長いこと府警のデカやってるとよ、敵とはいえ感情の一つや二つくらい湧いてくるもんさ。
あんただって現役の頃、腐れ縁のデカの一人や二人いただろ。俺とやつはそんな感じさ。ああ、そういえば渡瀬のやつ、お前によろしく伝えてくれとデカたちに言ってったとよ。俺に？ああ、オウミのケツは自分が吹く、その後東京で白黒つけようってな。じゃあ結局また東京に行くのか？行くのか、お前。東京行くんかな、また。じゃあユーダシク筋肉バカみたいなキャラは大体いいやつだよね。犬吠山で男の遺体が見つかった。この人は優しい人だ。顔が潰されてたこともあって、頭良さそうなやつが悪いやつ。身元はまだ不明だが、今私も喫煙中。男の胸には東上界のダイモンがついていたそうだ。お前本当にこのままでいいのか。なんか4の時と一緒ですね。やっぱりまた東京に行かないのかと。頼りの堂島大吾は行方不明のまま、今の東上界を支えられるのはお前しかいないんじゃないのか。またこれでカムロ町に戻るんかな。行きたい場所があるんだったら乗せてってやる。相沢、だがそれ以外あんたの指図は受けない。俺の行く道は俺が決める。分かった、好きにしろ。終わったの？だがその前にラジオのニュースくらい聞くんだ。まさかのここで運転わらわら下手くそ運転あんたとは短い間かもしれないが、濃い付き合いになりそうだ。おう、じゃあコニさん、おはいぶ。仕事中なのでは。引き殺せ。まさか。繰り返します。昨日未明、札幌市内で発生した発砲殺人事件に関して、北海道警察は今朝被害者を関東一円を拠点とする広域指定暴力団東上界の監督に真島五郎氏であると断定。だって緊急の会見を開き発表しました。なんでそんな物騒。関東最大の暴力団組織いかにもすぐできそうだったから。真島五郎氏の死亡という事態を重く見た同警察は警視庁と連携し、事態の全容解明に努める方針を明らかにしました。だって真島五郎って何。以上。さあ続いては林田さんのお天気コーナー。林田さん、え、真島、夜中はやる。夜中？兄さん。え、真島さんやられたの？え、本当ですか？聞いたことあるでうち。真島さん、なんかあったのか？何？真島さん？え、本当ですか？誤報じゃなくて？人違いじゃない？入れ墨かっこよ。あ、やっぱりもう行く決心したんだ。真島さんのニュース聞いたらやっぱり行こうって思ったのかな。本当なのかな。質素な部屋やな。うーん、イケメンの裸素敵。まあ、沖縄の子たちのことを忘れたわけじゃないだろうけど。すまない、はるか。この写真だって同じやつ持ってる。わら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 。そうなの？兄さんの不法か。え、本当なのかな。そんなことある？あ、シャワーシーンなんてハレンチな。バンされちゃう。www 背中だけ写ってたけど。え、本当なんですか？前もなんかさ、身元不明というか
その人っぽく殺されただけのやつとかあったじゃないですか。実際は別の人っていう。第2部沢江島タイガー、クソ笑ったわらわらうわ美味しそう。2010年12月某日カムロ町、優雅しくぼにもなればグラフィックいいな。うん、やっぱ綺麗だね。さん、すまない、宅に戻る。はい、行ってらっしゃい。これだと真島さん全然元気そうだな。なんでここやねん。誰この眼帯。これ真島五郎さん。ここの話。焼肉ならもっとええ店あるやんか。麻布とか六本木とか、それこそこの近辺にも。せやのになんでよりによってこの店なんや。喋ってんとお前も食え。そうそう、真島さん。シャバ最後の飯がカムロ町の、それも行きつけの店やなんてほんま惨めになってきたわ。なんで惨めになるんや。ほら早くあんと焦げてまうで。お姉ちゃんホルモン追加や。はい。文句ばっか言っとんとさっさと食えや高級な飯が食べたかったみたい。最近食欲ないね。特に脂っこい肉は胃が受け付けん。食事の時も手袋取らないタイプなんだね。カルビ一枚で白飯一合食っとった時代が懐かしいわいやこの二人がねまた仲良くしてるのなんかいいですね。もうあん頃には戻れんのかな。わうまそう。ちょっと焦げてるけど。毎日がギラギラしとったあん頃には。はい、ホルモンです。めちゃ文句言ってる。絶対帽子もかぶりっぱなしのタイプやから。絶対そうだと思う。ほら食え。なんやこれ。そのまま行くタイプ。丸焦げやないかい。個室でもないところが楽だな。うん、俺もお前もオープン宅みたいな。あ、肉は焼きすぎたら肩なってもて食えたもんやない。せやけどホルモンは違う。焼かれてこそ価値があるんや。焦げてるやん、わら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 。ちょっと焦げてるね。サイズマンと真島のコンビ本当いいよね。真っ黒なるまで焦げて油落として味磨くんや。この二人の組み合わせいいよね。おう、うまい。ほんならこれはどうや。なんやこれ。この横髪型好きやわ。食えやもんやない。真っ黒やったら炭の味しかせんで。生焼けのホルモンくらい食えへんもんはない。あ？もっと焼かれなあかんのや。俺らはいくら着飾っても、いくら冷静かとしても、なんかこの曲ビーズが出しそう。所詮ヤクザ。育ちのええ肉とはちゃう。俺らはホルモンみたいなクズっちゅうことか。そうや。せやから俺らはもっと焼かれなあかんね。ホルモンうまいよね。私ホルモン好き。焼かれてへんホルモンはただのゴミやからな。ゴミは焼かれて焦げて真っ黒なって、そんで初めて意味がある。極道はそんな当たり前のことも忘れてしもた。だからお前はもう一回勤めに出ると約束したんや。桐生と東条会をもう一度通用するて。そのためやったらあと1年や2年ホルモン、どこで見込めばいいとはな。わかる。噛み切れないしね。兄弟、俺が戻ってくるまでの間、お前しっかり店守っとけ。あの若い料理長そばで支えたれ。大吾ちゃんのことか。あいつはええ腕持っとる。せやけど今あいつの周りは生焼けの連中ばっかりや。確かにな、
今の登場会は組員の数やったら過去最大の規模になっとるが、その大半は戦争知らへん。肩着崩れの中途半端な連中ばっかりや。今もし近江との戦争でもなってみ、逃げ出すんが正規の山やろね。この焼肉店でしっかり語る感じがいいね。ヤクザ気取って商売すんのもええ。せやけど金だけで生き残れるほど極道の世界は甘ない。最後は力や。せやからそれまで俺らが支えるんや。それが俺らが今もここにおる理由やからな。極道とヤクザは違う。せやな。一緒やね、多分。よっしゃ、ほな俺の腹いっぱい食うとくか。あ、新しくなったお兄さんいいな。なんかしっくりくる。え、本当に？と燃えかすになってまうやろが。さっきちょっと動画にもなったように感じるとかすになってもうたら意味ないねんで。な、くそ。人がせっかくやる気になったっちゅうのに。嬉しいですね、しっくりくると言われたら。おい、姉ちゃん、特上ホルモン追加、3人前。あ、いや、10人前や。あよ、持ってけ。 www いいね、食欲出たね。でも、真島さんがどうちゃらって、あれ、ニュース本当だったのかな。ああ、くったくった、もうこれ以上入らんわ。そんなに食べれんの？これからどの米なしならいけるかも。夜にはお迎えが来よる。それまで街ブラブラするわ。そうか、まあゆっくりしたらええ。お勤め前最後の一日やからな。やり残すことないよ、しっかり遊んどくんやで。さっきあんなに文句言ってたのに。やっぱ気分の問題だったのかな。ほな俺はあそこで待っとるわ。ホルモン顔出してくれ。油的に米欲しい。見送りさせてもらう。分かる。島町だか丸町だか。ほら、俺とお前の思い出の場所やないか。バッティングセンターのことか。最後に一回くらい遊びに付き合ってくれてもええやんか。な？ああ、わかった。この町ともしばらくお別れや。そうや、いろいろ世話になったし、ニューセレナには挨拶に行っとかなあかんな。あ、私が操作するんですね。こういう時絶対場所行ってくれないよね、わらわら。うん。なあ、あんた。はい。なんや、俺になんか用か？聞こえへんのか？何の用や。あんたが目障りなんだよ。ああ、あんたのおかげで俺の出世がパーだ。何の話？しらばっくれてんじゃねえ。お前が登場会に戻ってこなければ、うちの親父が若頭補佐に昇格できたんだ。なんや、お前身内か。幹部の椅子をあんたに横取りされてから、うちはいいことなしだ。しのぎのカジノが摘発を食らい、組にガサが入っちまって、上がりが幻滅、見切りつけた連中はさっさとよそに行っちまう。金はね、兵隊はいね。今じゃ首の体勢もままならねえありさまだ。そりゃ災難やったの。なんだと？ふざけんな。お前はその時何しとったんや。は？しのぎがなくなった。ガサ入れされた。お前の首が潰れるかどうかいう時に、お前はそれをどうにか救おうと努力したんか？そう、それは。俺一人が何とかできる話じゃねえだろ。だからダメなんとちゃうか。なんだと？確かに俺が登場会に戻ったことでお前の人生が小石につまずいたかもしれん。そやけど、その程度の石やったら他にも量産あるで。つまずこうが転ぼうが、努力を続けられる男やないとこの世界をやってけん。ふ、首が大事なら命を張って守る覚悟を持てや。それができへんのやったら、お前に極道は向いとらんちゅうこっちゃ。さあ、もう我慢できねえ。いっぺん死に目に合わせてやるぜ。なんでピンチの時は頑張らなかったので、こん時だけ頑張るんだ。はい、結局喧嘩になる。
西島は三角長押し、よし覚えて覚えて、確かためんだよな、待て、うん、こうだね、倒したか、こっちだ、ちょっと戦い方が違うのがね、お、サイデモさんもいろいろ強化はしてくれたけど、悪いことは言わん、他の道を探すのがお前にとって幸せや、ふざけんな、あ、でも行き先表示された、これで弱いんかい、弱かったね、あんま強くなかったね、ニューセレナに挨拶に行くって言ってたかな、挨拶行くって言ってたんで、こっちか、あー、チンピラに絡まれた、はい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 、よいしょ、離せい、はい、よし、あぶねえ、あぶない、待って、ためが難しい、ためた、ためた、痛い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 、日暮れの日暮れビール、はい、はい、倒しました、よし、じゃあ1000円手に入れたんですけど、ニューセルナはこっちか、ちょっと殴らせろよ、めっちゃ絡まれる、めっちゃ絡まれるけど、こうか、あー、やめて、よし、なんでホストが喧嘩すんだよ向こうの界隈の方ではホストも喧嘩する類の悪人なのかもしれない、でも私も最初思った、なんでホストが喧嘩するんだろうって、危な、はい、倒しは倒した、勘弁してください、じゃあニューセルの右かな、うわ、そうだそうだ、この通りだ、確かこれ左だっけな、あ違う、この通りじゃないぞ、結構遠いと見た、ニューセルの、これで右かな、え、どこに目つけてるんだ、殴られる、びっくりした、ため、よし、はい、危ねー、危ねー、ぶつかったからスパンとしたのか、多分そうらしい、こいつ敵だったらしいから、よし、いた、いたいたいた、よし、やっぱり桐生さん以外はそんなに極みの種類がないのかな、もしかしたら、よし、いくぞ、ここまっすぐだ、ここまっすぐで左だ、ニューセレナ、確かニューセレナに挨拶に行くと、ここ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 。表から入れるのかな？入れましたね。こんにちは。お世話になりました。邪魔するで。冴島。ゆっくりしてってね。ゆっくりしてってね。大きになるまま。
沖縄で脱獄したかと思ったら今度は網走でお勤めか。日本縦断だな。豪勢残った。まったくやな。まあ真面目に勤めりゃ早くて2年か。せやな。東の東条会に西の近江連合、この二大組織の力関係が拮抗しているからこそ、拮抗しているからこそ網走監獄って北海道。そう、国道社会の秩序は保たれとる。リアルゆっくり笑い気づいた。このバランスが崩れれば両者の抗争だけじゃ済まねえ。その隙をついた海外組織の侵入や防衛法で手が出せねえ素人連中のが大党を許すことにもなる。だからかつての強い東条会の復活は正直俺ら警察にとっても必要なことなんだ。皮肉な話だがな。どこの馬の骨ともわからん連中よりは首輪のついた悪党の方がマシ。わからん理屈やない。うん。だが今の東条会が抱えている問題は兵隊の数質だけじゃね。肝心の幹部連中にしたってすっかり金儲けがうまいだけの奴らばかりになっちまった。今や過去最大規模の大所帯とはいえ、所詮張り子の虎。この前の上野清和会との騒動、あれがいい例だろう。上野程度の弱小相手に東条会がまんまと振り回されちまった。挙句の果てには内輪の三大組員にまで寝首をかかれる始末。かつての意向は見る影もね。分かっとる。だからこそ俺はもう一遍堀の中に行く。お勤めは東条会幹部若頭佐島大河として復帰するためのいわばみそぎってわけだ。あ、自分の罪をちゃんと償う。何をなすためにもまずはそこからや。確かにな。東条会内部でも古参連中はボットでのお前が台頭していくのを疎ましく思ってるやつが多い。警察だけじゃね。身内から足元を救われないようにするためにも身はきれいにしておかねえとな。あ、こんばんは、佐江島さんや。こんばんは、よしくん。あいつが東条会に戻ることはもうないだろう。佐江島、お前らが第五の東条会の柱になるかもしれねえんだ。お前のいない2年は東条会にとって長すぎるのかもしれねえ。獄中くれぐれも下手打つなよ。あ、分かっとる。ずいぶん長居してもた水いらずんとこすまんかったな。おい、あら、彼女？奥さん？てか室内でトレンチコート着っぱなしっていうのも珍しいですね。普通は脱ぐようなイメージですけども。挨拶は済んだな。用意できたらバッティングセンターに行こうか。行きましょう。じゃあ、なんだ、バンド練習の帰り会なの。ギターみたいな背負ってバッティングセンター。下に服着忘れたせいいや、それかもしれん。中に服着てないかもしれんね。脱ぎたいけどこの下服着てくるの忘れたわっていう感じかもしれない。室内でトレンチコートって、そこのアバターが作ってないか。あれ？この人、あれ？この人か。あれ見ろよ。起きろ。致命的すぎる。致命的すぎる。服着忘れてたら許してください。許してください。じゃあバッティングセンター行こうか。あ、ヘッドしてねえで金出せや。当たっちゃいました。またホスト。ほい、いった。痛い。君がお金だな。お金、でも私もコート脱いでないんだよな。店入ったの。あとこの人か。起き上がるの結構遅いな。もうちょっと早く立ち上がってくれたらめちゃくちゃ楽なのに。タフネスゼータ手に入れました。
そうな道や。歩いてる、3歩歩けばなんかもう敵に当たるみたいになってるからね。3歩でも歩きゃもう当たってるから。おっと、夏だぜ。ちょっと待って、足が疲れたらしくて足が遅い。あれ？なんか足遅いぞこの人。マトリックスに出てきそうな黒のロングコートなら持ってる。確かに。怖いわ。確かにマトリックスっぽいね。すごいロングコートだからね。もはや歩くの下手まであるわ。でもすごいぶつかってるもんずっと。え、バッティングセンター入れない。確かここの左だよね。よし、ここ。なんでこの人こんなフラフラなんだろう。はい。あ、話さないと入れないんか。おじき、お疲れ様です。真島の兄弟来とるか。はい、もう中でお待ちです。真島の兄弟はもう中におるか。せやけど今日でシャバともしばらくお別れや。もう一遊びしに行こうか。十分。そうか、ほな最後の挨拶しに行くか。西田、俺がおらん間兄弟のこと頼んだで。うっす、どうかお気をつけて。おじき。あ、分かっとる。こんばんは。あ、前頭葉ちゃんだ。こんばんは。麻雀以来ですね。大会参加してくれてありがとう。毎週金曜日も麻雀やってるからまた前頭葉ちゃんとも戦いたいですね。確か1回か2回しか前頭葉ちゃんとは戦わんかった気がする。やってるね。左だ。もちろん、またよかったら参加してください。今絶対打つと思ったけど外したね。どないしたんや。調子悪いやないか。さっきお前にまずい肉食わされたせいや。ちゅうのは冗談で。いかにも今打ちそうだったけどね。前は打てた球が打てへんねや。め、www.私、大会の時意外にみんなと当たらんかったよな。何がや。もう俺らも若ない。たかが3年とはいえ無所暮らしは体に応えるはずや。今からでも遅うない。俺の方からお上に異議申し立てして習慣の取り消し手続きしてもええんやで。アホ言え。俺はそれ25年も続けとったんや。心配ないわ。ほんまやな。ああ、ん？え？普通に人懐っこいな真島さん笑い。ねえ、真島さんいいよね。てか待って、なんでこれこんなに。これは何や。また俺と差しで殴り合うんとちゃうんか。これは何なん。今日はちゃう。こいつらに相手してもらう。腹の塩梅も言わないしな。そうだ、大会道徳してなかったよね。お前が無所暮らしできるかどうか、大しっかりこの目で確かめさせてもらう。デンデさんだけ何回かしたけど、あんまりみんなと道徳ならんかったよな。兄弟、お前ほんまに後悔せえへんな。何がや。二人でさっき焼肉食べたのに。俺とここでやり合わんかったらもう一生殴り合うことないのかもしれへんのやで。それでもいいんやな。ああ、分かったわ。
ほな、あんま時間もないことやし、さっさと片付けたろう。すいません、銅鐸の機械を奪ってしまって。そんなことないよ。今深夜だったからね、主に。人がいない時間帯に一緒だった。よう見とけや。ね、大会はね、なんだかんだ9択とかね、10択とか立ってたから、なかなか一緒になる確率がね低かったんで。サイジマは敵の足をつかむことで、その敵を振り回して武器のように扱うことができる。敵の足をつかむ、ダウンしている敵の近くで丸。敵の足をつかんだら三角や四角で振り回す。まずダウンさせるんだな。よし、でこの人の近くで、あ、死んではダメなんだ。いや、死んではないと思うけど。え、掴めないけど、倒れない、ダウンしない、ダウンせ。足を掴む、え、倒れちゃうから足掴めないぞ。あんまり銅鐸にならなかった。ママちゃんとかモクちゃんとも1択ずつだったかな。でもね、前頭葉ちゃんとは2択くらいしたような、2回しかしたような気がする。みんなは結構同じ人と銅鐸になったりしたんかな。結構バス別々だったんじゃない。あ、でもやめるタイミング、終わるタイミングが一緒だから、一緒になりやすいんかな。はい、いい。人を掴むほど体力がない人が多くて掴めないね。終わる時間が同じですぐマッチしたら労力多くなりますね。そうだね、終わる時間が一緒だからか。だから一回銅鐸になると次一緒になりやすいかな。よし、倒したぞ。倒しましたで。どうや兄弟、これやったら無所暮らしも問題ないやろ。そんなん初めっから分かっとるわ兄弟。お前の強さは俺が一番分かっとんねや。せやったらなんでこないなことしたんや。昔のお前やったら真っ先に俺に殴りかかってきたはずや。せやのになんでや。それがあかんねや兄弟。具合悪いとか。俺はもうお前の相手できへんのや。え、おいたんは俺の方や。登場会支える仕事ばっかりしとったらいつの間にか牙抜けてしもうた。もう俺の時代は終わったんや。何弱気なこと言うてんね。兄弟らしないで。俺もヤクザ、強がっときたいっちゅう思いもある。せやけど自分のことは自分が一番分かっとる。これが現実っちゅうやつや。まだバリバリ元気に見えますけどね。せやからお前には強いままでおってほしかった。今日はそれが確認できてホッとしたわ。真島、ま、金金言うてもヤクザは最後は力や。力失った人間は力ある人間にその道譲らなあかん。サイジマ、腹バキバキに、お前は登場界の力。そう、だから全然強いと思うけど。絶対に強いままカムロ町に戻ってくるんやで。うん。ねえ、どっちが見送りしとんのかわからんわ。お前な、なんだろう、具合悪いとかじゃなくて衰えを感じてるっていう単純なそのでだけなのかな。え、
お迎えが来たで。ああ、お迎えって今度サイレン鳴らして来るもんなんですかね。ムービー綺麗だな。5でも十分ムービー綺麗ですね。なんでこの後真島さんがさっきのニュースにつながるんですかね。ここまでは全然生きて普通なのに、本当なのかな。2012年12月某日網走刑務所と。なんで笑ってるんだろう。みんな本読んだりしてるけど。刑務所やんヘニ。え、本当にそうなんですか。網走が一番きついんですか。こんばんは。こんばんは、森江さん。ゆっくりしてってね。ちょっと刑務所生活してみたい。刑務所生活してみたい。最果てのチート。こない寒い日にも運動時間はなくならんのやな。さて、誰ぞ知っとるやつでもおらんかの。知っとるやつ、知っとるやつ。あ、これは話しかけてみるか。どうしました。珍しいですね、冴島の親分が運動時間中グラウンドに。なんてね、坊主にいきなりなった。そんなことないよ。それより閉鎖してる。その親分ちゅう言い方ね、いい加減やめてくれ。今さらいいじゃないですか、同部屋の馴染みなんですし。それに冴島さん、元は東条会の大親分さんだったって話じゃないですか。誰に聞いたんや。誰とかじゃなくて、かなり噂になってますよ。昔18人相手に一人で飛び込んでいった伝説の殺し屋だったって。髪長いよりこっちの方がいいね。受刑者の噂はすぐに広まりますからね。ごとくシリーズのストーリーがごっちゃになってたから、もう確認してきた。あ、そうそう、そういえばそろそろじゃないですか。何が。仮釈放っすよ、仮釈放。もう冴島の親分が入ってきてから2年くらい経ちますよね。そんなん経ってるんだ。そんなもんやね。確か親分の罪状は傷害で3年でしたよね。ならそろそろ仮釈放の許可が下りてもおかしくない頃ですよ。そう、うまいこと言ったらいいけどな。まあここの刑務官、特にあの副署長さんは冷徹な感じがしますからね。副署長。ああ、あの愛想ない刑務官のことか。まあお互い刑期も短いことですし、刑務官、特にあの副署長には目つけられないよううまくやっていきましょうよ。あ、そういえば、ババちゃんが親分さんのことを探してましたよ。ないと思うけどね。ババ、やだな、忘れちゃったんすか。同部屋のババちゃんですよ。ババちゃん。ああ、あの若い兄ちゃんのことか。ババちゃんなんか親分さんに相談したいことがあるみたいでしたよ。俺が相談なろうかって言ったら、同業の人にしか話せないって断れちゃって。同業ちゅうことは、あいつも筋もん言うことか。ま、何の悩みか知りませんが、時間があったら話聞いてみてやってください。ババはどこにおるん。さあ、あ、大島さんなら知ってるんじゃないですか。あの人運動時間中一歩も動かないで
ベンチに座ったままグラウンドの様子眺めてますから。分かった、聞いてみるわ。じゃあこれか、こっちか、この人だ。ハゲてるな。おお、冴島さんか。どうした、また鎮痛剤回してほしいのかい。いや、そんなんちゃう。たまには運動しとこうか。こんな薄着で寒くないんかな。笑い、下にヒートテック着とるかもしれん。ところで、まだ俺以外の同部屋のやつら知らないのか。この数ヶ月あんたがあの連中に目つけられてるってこと。ああ、話してない。巻き込んだらあかん思てな。あんたあの連中から恨みを買うようなことでもしたのか。表にいた頃なんかあったとか。いや、覚えないな。俺がシャバにおったんが1年ちょっとやしな。うーん、それにしちゃ随分しつこくつきまとわれてんな。半年前連中がここへ入所してきてからずっと揉め事があったわけでもないのにな。寒そう。もしかしたら俺がいた組織に恨みある連中かわからん。そうか、ぬくみずさんぐらい来てるね。頭気をつけろよ。最初はよくある喧嘩程度に思っとったが、最近は連中のやり口もエスカレートしてきてる。次は鎮痛剤じゃ済まないほどの大怪我負うことになるかもしれんぞ。前から気になってたんだが、あんたどうしてやり返さないんだ。あかんのや。手出したらあかん事情があるんや。シャバの話か。俺は何があっても耐えて、一日でも早うここ出る必要がある。なるほどな。だから手を出せないってことか。だがこのままじゃ仮釈放まであんたの身が持たない。そんなにやられてるんだ。刑務官には相談してみたのか。いえ。どうしてだ。副署長の高坂なら取り合ってくれるはずだ。厳しい男だが、反面悪事を見逃すような男じゃない。相談する価値はあるんじゃないのか。刑務官やら副署長をそない簡単に信用できへん。沖縄第二刑務所の話だな。俺も噂には聞いてる。確かにあそこならそういうこともあるかもしれん。うん、だがここはあの刑務所とは違う。一度真剣に考えてみたらどうだ。考えとく。うわ、そういえば同部屋の若造はあんたのこと探していたぞ。ババちゃんのことか。さっき日村にも聞いたわ。あの若造、出所後のことで悩んでんだよ。出所後？ああ、あいつがここに移送されてきてから1年が経つが。でもなんかみんなさ、堀の中にいたら噂話好きになりそうだよね。話すことそんなないだろうし。一度それとなく訳を聞いてみたんだが、そしたらあいつ突然泣き出してな。あのババガか。どうやらあいつ組のために殺し合ったみたいなんだが、捨てられたようだ。なんやて、あいつ殺人やったんか。あの気の弱そうなババのことだ。きっと決死の思いで殺し合ったに違いない。でも組はあいつを見捨てた。それひどいな。ねえ、ちょっとひどいね、まあ、ヤクザの世界じゃよくある話なんだろうがな。そんなのよくあるもんなんですか。ほな、ここに移ってくる前からもう長いことお勤めしとったんやな。二十歳で人殺して無所に入って10年だ。帰る家を失ったババにとってこの時間は大きすぎる。ババは数日中にも仮釈放が許可されるらしい。それで表に出た後何するのか悩んでるんだろうよ。行くとこがないのか。そんなことも。あんたもそっちの業界の人なら
似たような境遇の人間何人かは知ってるだろう。同部屋のよしみで、あいつの悩み聞いてやってくれよな。ああ、なるほどね。はい、じゃあ今日はキリがいいのでこの辺りまでにしましょうか。しかしあのババちゃんが人殺しとは、気の優しそうな兄ちゃんにしか見えへんかったが、確かこの先のベンチでババちゃんも見かけたな。そう、じゃあ次からババちゃんに話しかけるところからじゃあ行きましょうか。ということで今日も長い時間お疲れ様でした。今日はねストーリーの部分が多くてドラマみたいで楽しく見させてもらいました。ということで、もしよろしければいいねボタンなども押していっていただけると嬉しいです。そして明日晩酌をしながら M リーグ同時視聴です。よかったらみんな一緒に明日また見ませんか、 M リーグの同時視聴。おついぶ、ありがとう。おついぶ、明日はまた M リーグ同時視聴ということで、明日はね見たんですけど、桜ナイツさんと阿部間さんたちと、あとまだ見てないお疲れチームの人たちが出るみたいでした。おつ。おつ。またね。またね。ということで、一緒に晩酌しようと思う方は、お酒の準備やご飯の準備などお忘れなく、晩酌しましょう。一緒に。ということで、お疲れ様でした。おやすみなさい。またね。おやすみ。またお会いしましょう。お酒買っとこう。夜のうちから。